島重工を調査することになった第八。潜入した疑惑の研究施設には見るからに危険な男の人が。え、進路さん、この人知ってるんですか？俺は弱い奴に滅法強いぞ。次回、永遠の消防隊2の章第14話、永遠の炎の奇跡ラートン。